はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も、ガチャを引いていきたいと思います。現在波動高校限定シナリオが来ているところですけれども、まあ、この限定シナリオお役立ちキャラということで、日野、神高、初野の3キャラがピックアップされてます。で、まあ、今回のガチャはSR 確定ではないんですけれども、ちょっとね、神高がね、欲しくて、自分ね、変化球キャラがね、全然足りてなくてですね、まあ、変化球キャラの、まあ、有能キャラが欲しいので、まあ、できれば神高が欲しいので、まあ、こちらのガチャを引いていこうかなと。で、まあ、日野もね、全然有能キャラなんで、まあ、日野が出てもまあいいかなといったところにはなります。で、ガチャの内容としては、単ガチャ、初回のみ、こちらの3人から R 以上が1枚確定と。で、10連の方が初回のみ SR 出現率 1.5 倍の3キャラから PR 以上1枚確定と。で、2回目以降が、SR の出現率が2倍になってますというような内容です。で、石の方が778ありますので、まあ、単ガチャ1回プラス最高で、10連を3回引けるようなところになってますので、まあ、ちょっとね、何回引くかは、まあ、内容次第にはなるんですけれども、一番の狙いは神高の SR、 これが欲しいですねというところで、じゃあ、ガチャの方に行きましょう。で、まあ例によってちょっと前哨戦で、チケット R2 枚の PR1 枚あるんで、これを使っちゃいましょう。まあ、チケットではね、神高は出ないんで、まあポン、キラーン、ガキーンと、まあ、めっちゃ普通ですね。誰かな、なんでこう鋼の同じやつが2枚出てくるんだ。それもまた珍しいっすよね。で、PR ガチャを1枚使いましょう。あ、もうこれは普通の PR ですね。さて、どなた？ああ、スッスか。ボックスが170分の163ではあるんですけれども、ガチャに関しては、前もちょっと言いましたけれども、特に空いてなくても大丈夫なので、じゃあ単ガチャからいきましょうかね。単ガチャをやります。25消費と、まあ、R 以上ですからね。うん。これは PR かな、赤背景が出たから。ググが来てないんでね、 SR にはならないですけど、日野の R か。この演出は R なんだ。ちょっとね、 R と PR の演出の違いがまだよく分かってないんですけど、じゃあ10連の初回をいきましょう。 SR は 1.5 倍で、3キャラから PR 以上は1枚出ると。250頼むよ。ここが重要なんですね。だからおい。1.5 倍になるとさ、 SR って何パーセントの確率で出るんだろう。これは1個ずつ見ていきましょう。初野か。田中山、千代、嵐丸、つくも。あ、つくもはね、そろそろ PR が5枚揃いそうなんで。あ、浦和だ。浦和の PR か。そう、ボックスに送られるんで、全然大丈夫ですね。まあ、初回はこんな感じですと。じゃあちょっと2回目もいきます。SR 出現率がね、2倍になってるんで、ぜひとも、SR を引きたいんですけれども、どう？頼むよ。いやー、来ないわー。やっぱり SR 確定じゃないと厳しいかな。浜崎の PR 何枚目だこれ。まあなんとも言えない感じですね。もう一回ね、引けるんだけどね。こういうのってね、大体ハマるんすよね。もう出ないときは出ないんで、ハマるんすけど、まあ250ってことに、3になるのか、パワーストーン。まあいいや、引いちゃおう。せっかくなんで。3回目か。お、グッグッグ、はい、ポン。あー、赤背景は来ないか。やっぱりね、パワープロのね、ガチャはね、めっちゃ出現率低いっすよね。てか、浜崎、お前は、何回出てくるんだ。これは初野の R か。なんか、PR もこれといった感じが出ないんで。
といったところで、ちょっとねパワーストーンだいぶ使っちゃいましたけれども、残り3個っていうね、まあ、SR 出現率2倍でも厳しいのは厳しいですね。まあ、やっぱりこの無課金でやっていく際はやっぱり SR 確定に狙いを絞った方がいいなという教訓動画でした。というところで、じゃあ今回のガチャ動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。